お初にお目にかかります。手前小国と発しまするはジャパンの東京カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な絵にし持ちまして、生き別れの母のためはるばる海越え国越えてやってきましたホノルルシティ。以後お見知りおきの上、強行万端よろしくお頼み申します。私カムロ町のソープで産湯をつかり、偉人町で暮らしておりましたが、サラリーマンが板についてきたね。まあコツコツやってるよ。俺と結婚してください。え、契約終了。これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。全部デタラメじゃねえか。最近な、清流会がきな臭い動きを見せてる。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。春日さん、会っていただきたい人がいます。まさか。久しぶりだな、一。言えた義理じゃねえが、一、お前に頼みがある。ハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。お前の母親だよ。荒川の親父がただ一人愛した女性、あかねさんだ。あ、いたたた、すみません、大丈夫ですか。ちょっといいかい。こういう時は遠慮しねえで、ズボンのベルトを持つといいんだ。相撲の回しみたいに掴んで。慣れていらっしゃるんですね。お互い楽しめるといいな。じゃあ、そちらこそ。ボンボヤージュ。ボンボヤ？ボンボヤージュ、良い旅をって意味です。おう、もう着くのか。日本で調べた時はもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか、そのくらいは調べてきてたのか。オリナ。それで目が覚めたらビーチに寝てった。俺がどうかしたのか。それも全裸で。はは、どうなってんだこりゃ。嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。おらあばよ。フリーズ。ったく、浜の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。桐生さん、久しぶりだな春日。俺は一派の命を受けてある仕事についてるんだ。大道寺一派が茜さんを追ってるってことですか。富澤草ごら。何やってんだよ。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。俺はとっくにダチだと思ってたぜ。お久しぶり春日さん。富士宮千歳と申します。お待たせしました。お世話になりますね。お前をはめたメイドだったな。茜さんにメイドがいるなんて聞いてなかったからよ。こいつはどうもうさんくせ。よろしくな、ちーちゃん。はい。バラクーダに追われてるの。ハワイのマフィアだ。茜さんがバラクーダに狙われてるってことよ。私がバラクーダを仕切っているドワイトだ。あれもバラクーダか。中華マフィアですよ。ようこそネハンギシへ。見えてるか。マジで007みてえだ。カメラの向こうの春日一番さん、見えてますか。我々は
茜さんを探している。どういうことだ。ハワイの裏社会がこぞって茜さんを探してる。サビサビ、ハワイにもヤクザがいんのか。ガイドブックには書いてないだろうな。封筒の画像データが PC に。まだコピー取ってないんです。エイちゃんに手は出させねえ。助けがいるんだ、大急ぎでな。パーティー再結成だ。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。朝は病の子分だったのに、今はお前らと一つ屋根の下。人生何が起こるかわからねえな。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。桐生さん、なんかあったんですか。ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。医者にはなんでこんな状態で外をぶらつけてるのかって。私は桐生一馬の家族です。堂島の竜も病気には勝てんか。なんや老けたの、桐生ちゃん。桐生さん、お互いいろいろあったみたいやな。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。桐生さん大変だ。ネットにタタラチャンネルが。本日のお題はズバリ、死んだはずの超大物ヤクザ実は生きていたです。というわけで今回はゲストをお呼びして解説していただきます。つまり桐生一馬の死はでっち上げだった。大丈夫ですかね、桐生さん。警察の一部、あんたが生きてることをこんな大っぴらになっちゃって。もうついていたか、さすが。お早いな。遅いよ。何このメンツ。困った時は頼ってくれよ。それがダチってもんだろ。海老名と沢城には一言礼を言いに行かねえとな。ようこそいらっしゃいました。お前の目的はヤクザへの復讐なのか。第二次大解散、真の意味での極道の解体です。我々には縁あってハワイにビジネスパートナーがいるんです。それがハワイの宗教団体パレカナです。ようこそ春日さん。桐生一馬の首、ヤクザにとってこれ以上の勲章はねえ。準備はできてるな、春日。やるしかねえ。ええ、やってやりましょうや。ヤクザの過去を引き受ける。お前には
ヤクザの未来を頼む。シリーズはついに新たな領域へ。降り注ぐ太陽、打ち寄せる波、母を訪ねたどり着いたのは世界有数のリゾート地。金もコネもない見知らぬ土地で新たな力を手に入れ成り上がれ。シリーズの舞台はついに海外へ。本作のメインステージとしてハワイが登場。刻々と変化する天候や細部まで作り込まれた街並みなど、リアルにハワイを再現。シリーズ最大の舞台で未だかつてない冒険が待ち受ける。ぶっ飛べ！バトルはリアルタイムで戦況が変化する。ライブコマンド RPG バトルがさらにパワーアップ、うん、キャラクターを有利なポジションに移動させ、戦況を生かした強力な攻撃で敵を投げ払え。主人公の一人である桐生一馬、伝説の喧嘩奥義が炸裂。覚醒すると桐生のバトルシステムがアクションに。圧倒的な力で敵をねじ伏せろ。本作ではハワイのアクティビティを体験することで様々な職業にジョブチェンジ。なんか使えそうな気が。海が呼んでるぜ。サムライ、ウエスタンマン、トロピカルダンサー、ワイルドダンサー、ハウスキーパー、アクションスターなど新ジョブも数多く追加。見て、聞いて、遊んで、強力なジョブを手に入れろ。強力な助っ人を召喚できるデリバリーヘルプもさらにパワーアップ。新たな仲間や懐かしのレジェンドキャラクターたちも続々登場。いらっしゃいませ。君の瞳に乾杯。公務執行妨害でショッピータル。派手に決めてやるぜ。くれてやる。さまざまな場所を旅して仲間と交流することで絆が育まれていく。全ての体験は春日たちを強くする。自分だけの最強パーティーで強敵に挑め。レッツクレイジー。 Are you ready? プレイスポットも最高のテンションに。クレイジーデリバリー。さまざまなトリックを決めながら町中のフードを集めろ。大ジャンプ。待ちわびるお客さんのもとへ最高にクールなトリックで届けろ。全力でスジモンバトル。降ってきたわ。バトルに登場するスジモンたちをゲットして白熱のバトルを繰り広げろ。決まった。あとたまらずダウン。スジモンを育てて技を磨き、ライバルを倒せ。目指せ最強のスジモンマネージャー。マッチングアプリ。自分のプロフィールをうまく設定し、巧みなチャットでお目当ての子を盛り上げろ。俺とデートに行きませんか。果たしてお目当ての子に会えるのか。その他にも街には遊びきれないほどのプレイスポットが多数登場。カラオケは新曲が多数収録。さらにゲットバスやスパイクアウトなど、昔懐かしのゲームから定番ゲームまで圧倒的なラインナップでお届け。シリーズ最大規模のステージで繰り広げられる極限のバトル。
い。そして無限大に広がる遊びの数々。龍が如くスタジオが送る究極のエンターテインメントを心ゆくまで堪能せよ。